エアラインズ1602便墜落事故は2004年10月14日にカナダのハリファックスで発生した航空事故である。ブラッドレー国際空港からサラゴサ空港へ向かっていた MK エアラインズ1602便が経由地のハリファックスロバート・イル・スタンフィールド国際空港からの離陸時に墜落した。乗員7人全員が死亡した。 事故機のボーイング747から 244PC は1980年に製造され、同年11月6日に南アフリカ航空へ ZSSAR として納入された。その後貨物機へ回収され、1992年にカルーダインドネシア航空へリースされた。ZSSAR は2000年3月に MK エアラインズへ売却され 9GMKJ となった。 総飛行時間は8619時間で16368サイクルを経験していた。乗員は機長と航空機関士が2人ずつに加え、副操縦士とロードマスター、地上エンジニアが1人ずつの計7人で構成されていた。機長の総飛行時間は23200時間で、ボーイング747の機長としては4000時間の経験があった。 MK エアラインズには1990年の設立以来勤務しており、当初はダグラス DC-8 の操縦を担当していた。1999年にボーイング747の飛行訓練を終え、機長として乗務していた。副操縦士の総飛行時間は8537時間であった。副操縦士は1601便と1602便で、 運航乗員として乗務していた。航空機関士の総飛行時間は2000時間であった。事故機は1601便として、ルクセンブルクからブラッドレイ空港へ向かう予定だった。あと9時に離陸予定だったが、機材の到着が遅れたため離陸時刻も遅れた。また、貨物パレットの清掃のために離陸はさらに遅れ、最終的にルクセンブルクを離陸したのは15時56分だった。 1601便は23時22分にブラッドレイ空港へ着陸した。ブラッドレイ空港で機長と航空機関士が交代要員のパイロットと操縦を交代した。1602便は後く4時3分にブラッドレイ空港を離陸した。機体にはトラクターが積載されており、5時12分にハリファックスロバートイルスタンフィールド国際空港へ着陸した。 ハリファックスでは53トンのロブスターと魚8.9トンの燃料が積載された。また、貨物の積載中、乗員2人がデッキの座席で寝ていたるのが目撃された。6時53分、1602便は滑走路24からの離陸を開始した。5500フィート地点で速度が130ノットに達し、パイロットは操縦艦を引いた。しかし機体は離陸せず、 9度の岸上げ状態のまま滑走を続けた。このためパイロットはさらに操縦桿を引いた。また、これによりテールストライクが発生した。最終的に機体は滑走道端を152ット、11.9度の機士上げ姿勢で通過した。1602便は滑走路を670フィートオーバーランし、ローカライザーアンテナに衝突しながらようやく不要した。 衝突により、垂直尾翼と水平尾翼が脱落し、機体は滑走路から1200フィート地点に墜落した。ハリファックスの消防隊60の80人に加えて20台の消防車が現場で救助活動を行った。墜落により生じた火災は3時間後に沈下された。カナダ運輸安全委員会が事故調査を行った。滑走路や残骸の調査から機体は テールストライクを二度起こしていたことが判明した。また、ローカライザーアンテナとの衝突により、機体から垂直尾翼と水平尾翼が脱落していたことも明らかとなった。機体は、その後、送電線と電話線を切断し、森林地帯に墜落した。事故現場から、フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーが回収された。CVR は、激しい火災により、 テープが破損しており、修理不能の状態だった。FDR のテープも2箇所が破損していたが、大部分のデータの取り出しには成功した。事故機には、貨物とは別に、機体修理用の道具と、乗員のための食事が積まれていた。重量計算ではこの2つと乗員の体重の、計 120kg を含めなければならなかったが、いずれの計算にもこの値は含まれていなかった。 ハリファックスからの離陸時、パイロットは、機体の離陸重量を35万6 9 8ラムと計算していたが、TSB の事故後の計算によれば、実際の重量は35万3 8 0 0ラムだった。さらに、パイロットは、ハリファックスからの離陸時の出力計算に、ブラッドレイ空港での重量値を使用した。ブラッドレイ空港での重量はおよそ24万キログラムで、 ハリファックスでの重量よりもはるかに軽い値だった。そのため計算された出力と離陸速度は実際よりも低い値となった。TSB は最終報告書でパイロットが離陸速度を誤算したため機体は安全に離陸できなかったと述べた。また標準的な操作手順に従わなかったため間違いに気づくことはなかった。加えてパイロットは 長時間の勤務により疲労していたことも原因とされた。疲労のため、パイロットは離陸時に状況認識を失い、離陸中止が可能な状態を超えるまで過ちに気づかなかった。MK エアラインズはこの事故報告書に対して異議を唱えた。ありがとうございます。